きましたランキング結果発表。この端末では初めての伝説入り。普通上位はレベル50以上がひしめき合ってるから、今回は大金星だぜ。ではいただき物をいただいて本日の本命、極猫祭に挑戦。前回は 20% だったから普通だな。これでトレジャーと猫缶110個がもらえるわけだ。お問い合わせコードにはしっかりモザイクかけて、一晩悩んだ末に今回は挑戦することを決意。攻略のために黒キャスの一点狙い。ではにゃんこガチャに戻って。チケット185枚からレアチケを作っていきます。合計で40枚準備できれば普通です。基準は5分5分というガバガバ基準。基本キャラが育成できるなら、ポイントより育成に回します。基本とチビ以外はレベル40縛りだもんな。本当に泣けてくるぜ。今回にゃんこ島はスムーズに進められたので、リーダーシップの損失は最小限。スケジュールを合わせるとどうしても無理が出てしまいますが、それに見合った成果を期待します。どちらにしろ黒キャス出さないとかはワッパジュニアには勝てそうにもないから、できれば結果は欲しいところだな。さあ準備が整いました。準備できたレアチケは40枚。滑り出しは良好です。当然低い確率から当てていかなきゃいけないわけだが、厳しいぜ。超激レアが出るまで4倍速でお送りします。そして早速来ました。中身が問題だけどな。最初の超激レアはメルッシュ。残念ですが規定により強化できないためポイント交換。出だしだしまあいい方だよな。3枚目でいきなり超激レアが出たから、滑り出しは悪くないな。狙いは黒キャス1点ですが、副産物が出るならテコルガ、黒ダル、ハーデスを所望。確率9で今まで入手したキャラを考えると、すげえ微妙なんだがいけるのか。ダイナマイツとギャラクシーギャルズ、ドラゴンエンペラーを外せばかなり新規さんをお迎えできます。黒キャスか黒ダルでたら撤退しますが、確率が全然違うもんな。早く切り上げられれば次回の確率が一気に跳ね上がるわけだ。だが今のところ提供割合とほぼ同じ。でもここで通常速度。さあ来てください。演出はないんだよな。中身は上杉謙信新規さんです。使えるっちゃ使えるけどよ。汎用性は残念なキャラだぜ。猫缶5個入手と、まだ本能実装されてないので未来に期待。そういや体属性で火を吹くかもしれないな。未来か、もう完全に希望的欲求ばっかしだな。人間ってやつは希望がないと生きていけないんです。40枚のチケットに託された思いはただの数字じゃありません。無課金でやってる以上無茶はできないんです。この縛りの中で勝ち続けるには、どうしても強すぎるキャラが必要なのです。そこを高技術でなんとかできないのか。残念ながら現時点でなんとかできる点はすでに試しました。難しいんですよ。とか言ってたら通常速度になったぜ。いけいそこで刺すんだ。いや持ってますから。1回入手したら被りになるからポイント交換だな。確率は文字通り数字通り。本日バサラーズ2体目、超激は3体目だね。この時点で確率を塗り替えたぜ。そして通常速度に突入。リーチ、さあ来い来い来い。ガネーシャかぶりだな。さっさと普通サイズになれ。ゆっゆう曲、これじゃあいつ上がれるのさ。ポイント入っただけありがたく思え。そして速度は変わらず次のガチャが回るぜ。これって当たっちゃうの。はっはっはニャーベル賞は私のものだ。うは。また流れたな。でも超激レア当たりまくってるぜ。はっきり言って恐ろしいくらいなんだが。目的が達成できないなら意味はないんだよ。残り枚数が心もとないし。12枚もあるのに文句を言うのかよ。確率で言えば勝ったんだ。黒キャスは残念だったな。まだだよ。そんなところで諦められますか。どうしても決着を急ぎたい。そんなあなたに朗報。なんと今なら当チャンネルに登録するだけで、来年までには超激レアが出ます。驚きの声が続々と届いております。半信半疑だったんだけど登録してよかったよ。自信を持っておすすめしちゃうぞ。と驚きの声がたくさん。お前人をバカにしてるのか。1年経っても効果が現れない場合は登録解除してみてください。さあ最後の1枚は通常速度。これが私の力だよ。確率だけならすげえよ。
おや、霊夢殿。何年ぶりかお懐かしゅうございますな。マロが来たからには万事解決。占いでね。ただいま資金は潤沢なので、視聴者の皆様の喜びの声がたくさん聞こえるよ。どっちかて言うと疑われてると思う。猫缶は使えないので、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。見ないと3年殺しの呪いをかけちゃいます。バカ言ってんじゃねえ。